こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はエフェクツベーカリーのフレンチブレッドディレイのレビューをしてみたいと思います。早速クリーントーンです。オンにしてみます。こんな感じのディレイのエフェクトペダルなんですけれども、エフェクツベーカリーさんは最近、レップインターナショナルというところが、立ち上げているブランドでですね、割と安い、3500円かなのシリーズで展開してるんですが、いろんなエフェクターを出しているんですが、結構出来が良くてなかなか優秀なペダルたちだなというふうに思うんですが、今日紹介するのはその中でもディレイのペダルです。でこちらはデジタルのディレイペダルなんですけれども、どちらかというとですね、クリアなデジタルディレイというよりはアナログライクな、ちょっとこもってるような感じの音を狙ったデジタルディレイになっています。あの、聞いていただければ分かる通り、ちょっとハイがこもってる感じがありますよね。そして、テープディレイみたいな、あの、効果も狙っているっていう風に説明では書いてあるんですけど、ちょっとモジュレーションがかかっていると思います。ピッチが原音よりもずれてる、聞こえてきます。もうちょっと分かりやすいようにちょっとブレンドを上げてみますが、ブレンドのつまみで、エフェクトの 音量とエフェクトと原音のミックス量の調整ができます。あの、マックスでもですね、キルドライにはならずに若干原音と同じくらいか、若干エフェクトのディレイ音の1回目の返りの方がちょっと大きいかなぐらいのバランスになりますね。あの、ブレンドをマックスにすると。でちょっと聞いてみていただきたいんですが、ちょっとモジュレーションがかかっている感じがあります。ですごい、やはり音が結構こもる感じですね。なので使い方としては、ディレイを積極的に聞かせるフレーズというよりは、あの、残響音、リードなんかにかけたりとか、その残響音として気持ちの良い感じを出すっていうような使い方の方が向いてるディレイかなというふうに思います。そして次、タイムのつまみなんですが、タイムは、最大マックス500ミリセカンドまでの対応になっています。まずタイムが、最小の状態。短すぎず、ちょうどスラップバックエコーみたいになる感じの、最小のタイムですね。ディレイペダルって結構ディレイタイム最小にしちゃうと、もうダブリングみたいな、まあほぼディレイかかってるかかってないかわからないぐらいの遅れっていうのがあるんで、ある2分になると思うんですけども、このペダルは最小にしても結構ディレイタイムがありますね。なので、スラップバックエコーみたいな、多分30ミリセカンドとか40ミリセカンドくらいあると思うんですけれども、かなというふうに思います。で次、9時くらい。こんな感じですね。次12時。はい。3時。こうしてみると微妙にピッチがずれているのがよりわかると思います。マックス。
これが500ミリセカンドに設定されています。こんな感じです。そしてリピートのつまみ、これがリピートの回数ですが、リピートのつまみを最小にするとリピートが1回ですね。で、上げるにつれてまあだんだん増えていくと、結構リピートは割と多い方だと思います。9時ぐらいにした状態でこのくらいで、ブレンドのまあ具合にもよるんですけれども、だいたい 4,5 回ぐらい聞こえるかなっていうぐらい。12時でこのくらい、9時、9時で発信しますね。で、デジタルのディレイペダルなんですけれども、先ほど今聞いていただいたように発信させることができます。ちょっとわざと発信させてみますが、こんな感じです。アナログディレイの発信とほど強烈な感じでは、まあちょっと今音量の問題でブレンドを随分下げたので音量はちっちゃくなりますが、まあもちろんブレンドを上げてあげればもっと大きい音量で発信音がなります。アナログディレイとはちょっと違った感じの発信音、割とキンキンしてる、あのデジタルっぽいなっていう発信音ではありますね。ちょっとでは歪みを入れてみたいと思います。こんくらいにして、で、あのブレンドの注意なんですけども、ちょっと歪みさせてあげようかな。今日は歪みはあの同じエフェクツベーカリーのシリーズのディストーション、クロワッサンディストーションですねを使ってみたいと思いますが、ブレンドのつまみをですね上げていくと、まあディレイが大きくなってくるんですが、なんかこうなんかというか音が引っ込む感じが、まあどうしても、まあこれはこの、フレンチブレッドディレイに限らずディレイ全般に言えることなんですけれども、音がこもってくる感じがあるので、あのあんまりブレンドは特に歪みと合わせる場合はブレンドは上げすぎない方がいいかなというふうに思います。
はい、歪みを入れて弾いてみると、まあこんな感じです。まずまあ一番特筆すべきはやはり値段が安い。3500円でこのクオリティはかなり使えるなと思います。で、一つというか注意した方がいいことは、デジタルディレイなんですけれども、割と音がこもった感じのアナログディレイライクなデジタルディレイなので、完全にクリアな、デジタルディレイが必要な場合はもうちょっと別の機種、ボスの DD3 なんかですねとかの、そっちのもっとデジタルライクな綺麗な反響音が返ってくるやつの方がいいかなというふうに思います。こちらはどちらかというと、エコー感だったりとか、そのホールのリバーブ感とか、そのそういった残響感を出すために向いてる機種かなというふうに思います。あとディレイタイムがマックス500ミリセカンドなので、それ以上のロングディレイが必要な場合には注意した方がいいかなというふうに思います。しかしやはり値段を考えると非常にクオリティが高くて、あの一昔前のエフェクター事情にでは考えられないようなクオリティかなというふうに思います。はい、それでは今日はエフェクツベーカリーのフレンチブレッドディレイの紹介でした。よろしければチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。以上、たくみクラフトでした。